みなさん、こんにちは。ソニーちゃんやしほです。はい、というわけで今回はね、後ろに見えるように今回は宿題の習字をね、していくんですけど、みなさん、あけましておめでとうございます。今年もね、いい年になるように頑張っていきましょう。はい、私も5年生になります。今年で11歳になります。まあ楽しみ。撮影日は大晦日ですけどね。そう、12月31日。まだ年越してませんけどね。明けましておめでとうございます。それではね、早速本題やっていきましょう。イエーイ。大掃除をしましたか？頑張ってしました。綺麗になりましたか？いいえ、なりません。なってないんじゃんか。でしょ、この机の上見てみって。ダメで、映していいの？ダメだよ。ダメでしょ。やばいわ。なんかパサってなった。何、なんかパサってなったとか。なんて本当になっちゃったの。でもおしーちゃんはさ、習字得意じゃないじゃん。うん、それはもう分かってるでしょ。でもさ、去年の夏休み、なんだっけ、銀賞取ったよ。金じゃないけど、銀取った。銀、そうだっけ。あれ、去年銀賞だった。そうだっけ。すごい、もうしてたけど。でもお友達にさ、基本がなってないって言われた。習字がお友達に言われたんでしょ。うん、しょうがないね、そればかり。だからだよねーで終わったんだよ。でもさ、本当にここがね、パサってなるのは本当に嫌なんだけど。パサ、なんで筆立てないの？そうそう、立てなきゃ。基本なってない。本当、基本がなってないよ。もう連覇こうなっちゃう。止め、抑えなきゃ。先生に止めれ、止めろって言われた。そうだ、ちゃんと筆で押さえて止めなくちゃ。本当、基本がなってない。ママに言われたくない。だってママだって習字習ってなかったでしょ。な、習ってなかったけども。あ、見て、止めたんだけど。なんでだ。そこは止めんの？あ、払う。そこはちょっと払うんじゃないの、君。ちょっとちゃんとお手本見てよ。っていうか、学校で習ったんでしょ。一回しか習った。あ、そう、休んでたんだよね、あなたね。うん、高熱で。習ってないもん。もうそれを言い訳にできない。そうですね。止めて。ああ。絶対さ、うん、お手本じゃないよ、これ。これお手本じゃん。うん、これ下手じゃない？もういるから下手なんだけど。ね、学校の方が綺麗だったかもしれない。またそう、本当？筆立てんだよ。あ、すいません。そう。あ、学校の方が綺麗だったかもしれない。本当？違うんだろう。何が違うんだろう。前さ、2年ぐらいもうしほちゃんのその書き初めの様子をさ、うん、アップしてるわけ、動画で。うん、いやよ、来たな。はいはい。で、腕をでかすぎた。その度に、うん、汚い絵って書かれるの？基本がなってないって書かれてたと思う。視聴者さんにも。しょうがないね。そもそも基本がなってないとかさ、うん、なんか筆がどうのこうのとかなんか書いてた。そう、筆を立てられないんです私。じゃなくて、なんかね、筆がなんかだ、筆からしてダメって書いてあった。筆がダメ。でもダメかも。筆がダメって書いてあった、そういえば。ダメかも。うまい人はきっといい筆を使ってるってことかな。え、でも学校で注文したやつだよ。そうだけどさ。ごめんね、言いました。机を。ほら、見て。ん？見て。
でかいしさ。もうちょっと、二人とも見せてください。やばい。あ、学校の方がうまかったよ、私。そうなの、絶対学校の方が。はい、じゃあ練習してください。はい、だね、何枚か書けましたね。はい、はい、しょうちゃんが一番これかなっていうのはどれですか。どれ。これです。ちょっと持てる？持てる持てる。伸ばさないように気をつけてね。これ。おお、いいんじゃない？うん、ちょっとだから失敗しちゃった。うん。遅くないんだだけ。そうかな。でもまあまあじゃない。一番いいと思う。うん。仕事的に。もうでも自分が納得したのが書けたんだったらもういいと思うよ。だら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 やることがいいことでもないしさ。そっか。うん。この方が本番。あれって大ミックにこういう払いとか、それが白字だから。わお、ツボ。ツボって書くの。待っちゃった。いきなりした。いいじゃないですか。いいじゃないですか。はい、じゃあしほちゃん宿題終わりですね。今日じゃ宿題終わりですか。これで終わりです。おめでとうございます。なんで私は日記とかしかない。リミちゃんはまだほんもり、ほんもり。ねえ、音読ってある。リミ、あ、でもしおまだ自学残ってる。音読ある。ある。リミまだね、計算ドリルがまだね半分もいってないの。ね、だけどね、あと28ページ数えた。80ページぐらいあったのが、今日漢字ドリル終わって計算ドリルやり始めて、あと28ページ、うん、でもあと硬筆4枚とかまで他やってないけどね。まあでもやっぱ1日じゃ無理だね、りみちゃん。もう1日頑張りましょう。宿題の日は私はもう1日頑張るよ。まあそうだね、自学と日記、うん、日記ね、25から書いてない。ああ、そうだね。どうせりみの写すんでしょ。そうだよ。お姉様、ま、妹の日記を写すの。はい、ということでね、今日はね、宿題の習字をやってみたんですけど、ね、うまく書けたかなと思います。リミも書いたね。リミも書いてね、いつもね、ついでに書くの。そう、去年もね、去年だけ書いたの。なんかね、書いたんだけど、夏休みかな、ね、夏休みだね。ね、じゃあね、今年のね、習字もね、頑張っていきたいと思います。今年も、そうね、もう今年ですね、はい、それでは、バイバーイ。 See you next time。 ゴースの夏休みの習字やだわ。グミ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 ペア。